島田紳介が生きとったらな生きとるか生きとるわ <laughs> 島田紳介がまだいたらなです生きてたわ格上の AV18 のいいおお前あのうんこバパが格上なわけないやろ殺すぞお前ガスポケガスほんまにゴミガスがおかはクラブとか遊ぶとこ多いだけであんまりいなかと変わらん通販あるしはエアプやめろよ徳島にお前クラブあると思っとんかやめるなよ 嫌じゃって、ほんまに嫌じゃって、ダーノ頼むって、ごめん、ごめん、ほんまにごめん。ちょ、なんかイメージアップすること言うから。野田社長のちんちんは18センチあるから、な。いや、あたし、あたし、見たもん。見た見た見た、ほんまに。ほんまに見たよ。いや、見た見た。マジでやばい。マジでやばいよ。18センチあるから。え、ほんで、え、な、ちょ、待って、もう、もう、もう,うるさい。もう、もうちょっと、あたしの話聞いてよ。お前らの話じゃない。あたしの話聞いてって今言おうんのに、なんでも、もう静かにしても、あたしの話を聞いて、ちゃんとも。 喋らんといても、お前らの話は聞きたくないんじゃ、頼むけん喋らんといて。変なこと言うと怒るけんな、ほんまに、ほんまにもう今日の私マジでキレてるからバンするけん、ほんまにバンするけん。はぁくぅ。<laughs> <laughs> お、こんばんは。皆さんこんばんは。す、すいません、ちょっと。だいぶ、だいぶ遅れちゃって。すいません、ちょっとだいぶ遅れちゃって。はぁ。疲れた。いや、ま、なんで今日、 そんな、遅れた方なんで、今日こんな格好を教えるかっていう話をしていいですか。あ、はあ、うん、で、まあ、ままあ、もちろん、彼女もそうなんですけど。よいしょ。こういい。ごめん。あ、ちょっと待ってよ。指定がおかしいか。え、いけるっしょ。こういうい。はい、えっ、ー、とね、今日はですね、私、まあ、出勤だったんですよ。 <laughs> あの、クビになったと、ちょっと噂されてた、あの、クリニック、あの、出勤だったんですよ。でな、ちゃんと今日ね、働いて、仕事終わったんが、10時やったんすよ。仕事終わったんが10時やって、で、まあまあ、まあ、そんで、締め作業とかやってさ、12時半とかなるやろこれでかいもう、じゃあちっちゃいにするわ。これでいいこれでいいいや、ほんで、えー、っと、10時に終わって帰ってきたんやけど、でほんで、んか、半に終わって、ほんでそこでさ、今度は遠いもう、 自分で調節しろつーかも、でかいだろちっちゃいだろ言いやがってさ自分でできるの手元で人にやってもらおうとすんな誰もが、お前らの方が多数なんやけんお前らが帰るなんで私が帰らなあかんのお前らに合わせてボケ黙っとけもうもうこれで統一するもう黙っとけお前らの言うこと聞かんもうもう聞かんもう聞かん,もう聞かんからなパーアホ外事ばっかりくーホームインだって手元でさ大きかったらちっちゃくしようちっちゃかったら大きいしようできるのになんでやかへんのバカなん外事なんおてて外事なん いやまあ、お前が音けって言うんだったらこっちがやったらよ。でも音けちゃうやろ、お前は。音竹さんは手挙げてくれ、やるから。あ、自分音竹です。すいませんって言うんだったら。やるから言ってくれ、ほんまに。音竹が。え、音竹さんおる手挙げてな、ちゃんと。まあまあまあ、まあ、まあ、そんな感じで。なんだっけ。7話しちった,ったっけ。押せた。じゃあ、ほんじゃ本ほんじゃ本ほんでな。ほんで今日さ、なんか STF さんが誕生日らしいけん。サプライズでさ、あのー、来てって言われた、来てって言われたんよな。仕事終わってからでいいけん、来てって言われて。 飲み会もさ、みんなもうグデングデになったところにさ、サプライズで行ったわけよ。そしたらさ、まあでもその仕事終わって、もう化粧もさ、全然してないやん。で花粉症でさ、目も赤いしさ、もうここも何も化粧してないんよな。なけまあ、マスクして、もう目が、まあその帽子もかぶって仕事の後やしな。で、プレゼントだけ渡しておめでとうって言って帰ろうと思ってたんよ。思ってたんすよ。で、そしたらもうこれで入ったら、もうめっちゃ人おったんやけど、もう全員酔っ払っとるからさ、おっさんがさ、もう、 そぼらへんのさ、コンパニオンの女とさ、勘違いしてさ、めっちゃ絡んでくんねん。で、私なんかこの帽子をこうやって剥がされてさ、あやめ、やめてって、こう、こう、言うてさ、ほんでなんか、ね、なんでマスクしとん、外してよって言って、マスクを取られそうにやって、いやもうぜ触んな、お前らって言って、知らんおっさんをさ、拒否してさ、いや、だってさ、まあ、私だってさ、金もらっとったらさ、そういうおっさんにさ、いいよってやったっても別にいいんやけどさ、金もなくて SU さんを祝うためだけに来んのに、知らんおっさんに、 コンパニオン扱いされるの無理じゃないでそこら辺のコンパニオン扱いされとるような女っていうのは、まあ、その代わりになんか人脈もらったりとか仕事もらったりとかあると思うよ。ただ私なんて絶対さ、何もくれんやん。仕事もくれへんし、人脈やっつてつないでくれへんけど、でもなんかコンパニオンとして、こう、酔っと時ときに絡みたいみたいなのさ、無理無理普通に。絶対無理。まあ花粉症意見今日は許してよで。それで、それで、まあ今日だからマスクもメガネも、まあ、マスクもメガネも違んメガネもしとったんやけど、まあ。どうしてもそうなんやけど、不審者ルックなのはもうちょっとそういう、 ああれがあるのではぁそう私はそういうつもりで行ったんじゃないのにマジでもう開幕そういう扱いされてなんか触ってくんのもマジで無理すぎてびっくりしたマジでなあみーちゃん、まあ、ほんでで、s t s さんに会うて s t s さんはまあ上機嫌だったよ酔っ払らとって「わあありがとうございます」みたいな「たぬカさん紹介したいんであとちょっとおってくださいよ」って言われたけどもう無理すぎて「いやーちょっと今日は」っつってお前「酔っ払いやんけほんまに」っつってさ「マスク外してよ」って「じゃあお前が金くれるんか」っていうやつ金外したら」 お前マスク外したら金くれるんって。くれへんやん。投資家の海外ほんまに女やってさ、金払って読んでないやん、あんな。投資家とワンチャン狙ったような女ばっかりがさ、モリモリ来とるだけやん。人脈狙って仕事狙って。そんな奴らにコンパニオンさせといてくれよ。こっちはそんないらんねん。いらんけんコンパニオンさせんといてくれ、マジで。お前らと絡みたないねん、ほんまに。で、ちゃうねん。私はな、なんか今まではこう、そういう人らもう酔っ払ってなかった別に普通やで。勉強会はだって私も普通に行きってたもん。 え、ほんで、え、な、ちょ、待って、もう、もう、もう,うるさい、もう、もう、ちょっと、私の話聞いてよお前らの話じゃない、私の話聞いてって今言おんのに、なんでも、もう静かにしても、私の話を聞いて、ちゃんともう、喋らんといても、お前らの話は聞きたくないんじゃ、頼むけん、喋らんといて。ね、聞いてくれるはい、聞いてな。もう、え、変なこと言うと怒るけんな、ほんまに、ほんまにもう、今日の私マジでキレてるから、バンするけん。ほんまにバンするけん。はぁー <laughs> くぅ。だから、私はさ、その、 勉強会とか行ったらみんな普通やけよかったんやけど、酔っ払いがほんまに嫌いなんよ。で、絶対次やったとか覚えてないやん。私の帽子上げ取ろうとして、マスク外してよ、絵回見せてよとかさ、キモいいじりしてきたあのオっさんも誰かも知らんし。お前さ、私がまだこんなさ、権力ない女やけいいけどさ、これ権力ある女がさ、こんな不審者ルックでお忍びルックで来てお前、終わるからなほんまに人生。私ごときにしたところで人生終わらせれんけど、終わるからなほんまに。 酒飲んだら何してもいい。何してもいいとほんまに思っとる。STF さんは多分寄って何も覚えてないだ。で、ちょっとコンパニオン扱いされたもむかつくし、STF さんが、田中さん紹介したい人がいるんでって連れて行かれたところが、みんなが喫煙してるところで、私タバコ吸わんのよ。タバコめっちゃ嫌いなんよ。で、もう紙タバコ吸ってる奴らのところに、あの、10分15分くらい降らされて、この服、さっき着たばっかり、家帰って着替えたばっかりなのに全部タバコ臭があって、もう僕の帽子やって洗わなあかんし、草も、もうマスクですら臭い。 STS さんもな、紙タバコ吸っとうけんなんかまあ、彼は気になるんだと思うけど。じゃあ、それも無理やし、コンパニオン扱いも無理やし、STS さんが連れてきた人に、なんか、いや、田中さんにこう、仕事あげてくださいって言ってくれるのはさ、ありがたいよ。ありがたいけど、向こうの顔も引きつってんねん、誰やってなってるしさ、あげるわけないやろしょ、みって思ってるも分かるから、私も何も言われへんもご、もごめんなさいって思いながらあ、もうすいませんね、もうこの酔っ払いが、こんなん言うて申し訳ないっ,つって。思ったねいや、やっぱ、彼はいい人やしな。 ちょっといろいろしてくれたけど、もうそもそも私、カブクラ嫌いっていうか、アワンキモいもんだって。私がさ、たかだかな ?300 万入れてさ、50万買ったってツイートしただけでさ、めちゃくちゃ文句言われんねんで。めっちゃ悪口言われんねんで。こんな、まあ何億持っとる人はもっと言われたのかもしれんけどさ。知らん人のさ、通帳の中身がどうなっとるとどうでもいいやろ。なんでそんなん気にしてんの。それもクソキモいし、初心者が調子,調子にちょっと乗って、 ご自慢かったそんな気に入らんのんんな気に入らんめっちゃ文句言うほどほんな気に入らんのもう気持ち悪いねかぶくらほんまに。キもいいよ、普通に。なあ、もっちゃん。でこん、まあでもそれはさ、ツイッターの中やん。かぶくらってさ、なんか心狭いんやな、余裕ないんやな、キもいいんやなと思ってたよ。で、からの今日ので、もうちょっと私も、いくんやめる、もうちょっと STS さんに悪いけど、もういくんやめる、マジで。無理、普通に無理。もうくれたお金全部返すから、いくんやめる。 彼はちょっと今日誕生日で楽しそうだったから今日は別に何も言わんかったし私の話も今は絶対見てないから言うけどちょっともう行くやめますちょっと彼は悪くないよただ人がいっぱい集まりすぎると民度が終わるほんまに初心者叩きするのは当たり前うんとねでも今ってゲーム界隈って割とそうでもなくて格ゲー界隈初心者叩きとか初心者がでしたらもうすげえ怒られるっていうかさしてるやつがキモいってちゃんとなってるやんそう 証券の見たでももう出ないわもう無理株倉キモすぎ無理陰出いや意味分からんて意味分からんてまあそう滅びかけたから滅びかけたからもうこんなんしたらほんま俺らの遊びはなくなるからやめようって格言はなったけんなちょっとちょっと今日のは普通に無理でした無理でしただってさマンコ持ちは情報収集能力が違うってさ別におもろくないでいやなんかみんなおもろいなで見れることない え、みんななんか私株のなツイートとかしよるときにさなんでそんな買ってるんですかみたいな男のチンポしゃぶってるんですかみたいなことかやっぱ言われるやんでもそれももう別に否定戦士受けた上で女には万個がついてるからそもそも情報収集の法律がお前ら男とは違うやんって羨ましいかって負けるわけないやろ男にっつって書、はいておもろくない別にでも、まあ、思んなかったとしてもないよ心聞、まあ、思んなかったとしても別にああそうみたいな放置やんなんでこれにマジ切れするやつがおるん 気もいって、かぶくら。お前らそんな余裕ないなあ、そこら辺のニートの方が余裕は持ってるよ。多分私の発言笑って許してくれるもん。なん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 そう。え、そんな関心あるお前、誰知らんやん。お前も私のこと知らんと思うし、私もお前のこと知らんのよ。なんでそんな知らんやつのツイートそんな気にして怒ってんのちなみに、その、かぶくらで私に絡んでくる女は無視やから、全員。マジでガン無視やから。酔ってくんな、ほんまに。男ももう酔ってこんといたし。 キモい無理。っていうので、ちょっと今はイライラしてるんですよ。ちなみに、生理前だとは思います。誰かな誰かキモいリスナな。私のさ、生理周期とか作ってる説ワンチャンあるかなと思うけどさ。いやさすがにかわいそうだろう。もう。しけた、しけたんって誰ありがとう。誰や言うて、ありがとう。金いっぱいくれた。だって人の通帳に入っとる金とかどうでもよくない。お前がタブでいくら買ったとかどうでもいいよ、私は。 もうお前が生きようが死ぬほうが別にどうでもいいし、お前が稼ごうが稼がなかろうが生ポだろうがどうでもいいよ。どうでもいいよ。なんでそんな私のこと気になんのほんまにどうでもいいよな。なんでそんな気にしてんやろ。あのだ、のだっちーのだっちーそうなんよな。のだっちの1万円ちょっと機嫌なおそっちゅういや、そうなんですよ。ちょっとごめんなさいね。ちょっと今日、かぶくらで、ちょっと嫌なことがあってね。すいません、ちょっと荒れてしまいました。 あ皆さん、あの、スパーク・オン・ウェイブ、大分のですね、あの、ちゃんと地上波の番組です。大、ま、分、あ、え、大分でしかやってないかなあの、田中さん出てます。恋愛リベンジャーズ出てますんで、あぜひ見てくださいね。そのうち YouTube で切り抜きも上げ、あげたいです。あの、元動画をください、野田さん。いつだっけ私い、ちょっとい、いつかはちょっと忘れたんですけど、多分もうそろそろじゃないですか。一応リツイートした。見て、見てください。恋愛リベンジャーズ。 おかえりがとうございいましたはい、じゃあお金もらったんで、はい、ちょっと落ち着きます。ね、もうちゃん。お金もらったから落ち着こうね、もうちゃん。いや、金だよ。そうやで、金やで。だから、別に、いや、わかる、今日の、その、きそい、かぶくらの酔っ払いやって、私が、事前にな、たぬかんさん来てくれるんで、たぬかんさんギャラ渡しますとか言ってさ、まあ、その5万とか、5万とかくれとったらやで。そしたら、もう私やって、もう、ニッコニコでさ、おっさんのい手したるよ。 マスク取られたって、帽子取られたって、やめてんよ、もう。うん、ん、とかやってあげるよ。やっとるよ。お前ら全員に。酒継いだろよ。田中さんも飲めやって言わたら飲むふりくらいするよ。飲むふりして胸元に、ああ、お酒こぼしちゃったってやるくらいしてやるよ。ペッま、あま万でいいよ。ま、あま万でいいよ。ま、30超えて五万もらえたら十分やろ。え、ちなみに、あ、オフ会の話するオフ会の話するちょっと私、ちょっと今回さ、ちょっと顔出すつもりなかったけど、これだけ見したくてさ。これオフ会で、あの、いろいろもらった、 どんぐり詰め合わせなんやけどや猫にねめちゃくちゃ石ばかれてますねこれ見せたかっただけやけん、ね、ちょっともう切るわこれでいいやろもうはあマジでああマジでーああお深い話もしたかったなそってちょっともう怒りを沈めるからううあ卵も,んーもうータバコ臭いもういやもういやタバコ臭いもういや 女オフはさ、女オフはいい匂いだったよ。タバコ臭いやつなんておらんかったよ。てか、みんな電子タバコ吸ってたんかなタバコ吸うやつ持ったけど、全然臭くなかった。お風呂入れたいよ。でも入ったらもう私配信する気なくなるから、頑張って配信つけたわけ。何入れてるかわからん。まあじゃあ見返しちゃって。はっきりしててかわいい性格しとる。そうやろそうやろなあ、野田っち。ありがとう、野田っち。野田っ,っちと小豚のおかげでね、ちょっと機嫌治りました。 女オフは嫌なやつおらんかったね。あ、でも、えっとね、やっぱり私の女オフ,、ね、オフってさ、種類がやっぱりあんねん。女オフのじゃあ種類で言うと、大きく分けて3つありました。えー、じゃあ、まず1つが、ガチの手帳持ち系。まあ、これやっぱりね、比率で言うとかなり多かったですね。普通ガチの手帳持ち系って、やっぱ100人に、まあ、1人2人3人とか、ね、持っとるか、持っとるかもな。まあ、わからん。まあ、 まあまあ、十分の一くらいだとするじゃないですか。うちのオフ会だと、まあ、六分の一くらい。五分の一くらい。手帳持ちかなそ五分の一やな、ね。五分の一が手帳持ちっていう、やっぱ比率高めで。で、その手帳持ち税と、あと、健常やけど女友達がいない税。これもそこそこ多かった。で、あとが、もう、健常で女友達もおる、普通の女税ですね。いや、手帳、え、ワイの体験やと手帳持ち女はめんどい。 ワイ <laughs> の体験だと、全員知っとるけん。なんかさ、いや、俺、女と付き合ってきたから分かるけど、手帳持ちはめんどいぜ、とか言ってんの。全員知っとるから。なんなら、付き合ったことない男まで知っとるから、手帳持ちの女がしんどいのなんて。何やらそうに言ってんねん、ポケ。あ舐めるな、カス。当たり前の話や、お前。何と言,言ってんねん。あいや持ちそうやんで。で、手帳持ち女は、まず、まず、名前出す名前 まあ出さんでいいか。じゃあちょっと一旦名前出しでいくな。一旦名前出しでいくな。で、一人目の手帳持ちは曖昧って、あ <laughs> 曖昧も、曖昧はい。曖昧は、手帳は持ってないって言うんですけど、まあ取れそうだったんで曖昧ですね。曖昧はまあ、手帳持て,持てそうだったから、お前頑張れれば取れるよって言ったら、本当頑張るって言ってたから、次会いに来る時までには取ってくれると思う。で、えっ、ー、ともう一人、えっ、ー、とね、小説家やってる手帳持ちがおって、もう明らか、 そう話してる感じが手帳持ち。女版麦ちゃんよりはマシかな。女版麦ちゃんって言ったら言い過ぎやん。女版なんやろうな。もう喋ってたら止まらん系の子やったね。でも可愛いんよな。なんかやっぱりその、言ってる内容がさ、あ、この子喋り方的に手帳なんだろうなと思うんやけど、誰かがさん、あ、好きです、好きです、あー、みたいな言ってて、可愛かったよ。うん、まあでも、アッパー系なんかな。コミュショの中でもね。ずっと喋ってる感じ。 あでもそれが、まあなんか浮かないのがいいとこだよね。みんなからうわってなるんじゃなくて、どの宅にも別にそういうのおるからいいかみたいになってた。で、あと、一番年いっと子が 53?、53?53 のバーおって、お前何歳みたいな53やけど来ちゃったっつってて、やばいやんお前なんでみたいな。で、その53のバー、可愛い,いんやけど、やっぱあいつもおかしいんよ。ええー、そうお前結婚してるんちゃしてるーって言って。 してんのつって、え、子供おんのつったら、えー、いらんいらん子供なんて、だって痛い無理やもん、いらんいらんって言って、変わっとんなお前、つってで。で、じゃあ仕事、え、今何してんのつったら、えー、無職、って言って、専業処してんのつったら、うん、うん、何もしてない、つってさ、変わっとうやつだったな。でも可愛かったよ、53歳。似とるニとるっしょニとるっしょうん。えー、そんなん、つって。何もしてない、つった。これめっちゃ似てる。 でも可愛かった。で、その53歳の隣におったんが、高校卒業したばっかりの18歳。そいつもやばかったね。そいつもやばかった。あの、そいつだけ、マジで、プレゼント何も持ってきてなくて、ちょ、18歳やから許して、とか言って。<laughs> 一生ため口なんも、おもろくて可愛かった。ほんで、なんだっけな、え、お前、どうやって来たんみたいな感じで。なんどうやってこの配にたどり着いたんっ,つってった17の頃から、見てて、サブスクしてて、みたいな。 お前、亀とかどうしてんのっつったら、いや、実家、太いんで、とか言って、<laughs> 18歳。で、その18歳と53歳が、な、結構仲良くしてて、その53歳にな、ドリンク取りに行ってあげたりとかして、お前、優しいやんけ、っつったら、まあ、やっぱり、引退行ったことで、優しさ学んだ、みたいな。<laughs> すげえと思って。すごかった。まあ、それ一番下と一番上。で、あの、プレゼント何もあると、そいつのプレゼント持ってきてなかった。 ちょ、許してよみたいな。来年とかもし、ほら、ね、金、まあ、なんか、そのの、覚えてたら、覚えてたらさ、買うからってな。<laughs> やべえの来たなってなった。でも、親太いらしいし、彼氏の身長が、180、190とかだっけで、まあなんか写真見してもらったんやけど、まあそこ、男前でな。ほんで、めっちゃ金持ちの企業さんの御像詞で、ちんちんもう18、あ、百八十やな、ちんちんも18センチって言ってたから、 1.8で縛ってんねやみたいな感じで、私は言おったんやけど、身長1.8メートル、チンチン1.8、1.8、いや、ちょっと待って、センチじゃん、どうなんねん。1って、まあいいわ、もう、まあまあまあ、そんな感じでな。で、え、お前、じゃあ17、えじゃあ18やけど、もうやりまくってるわけっつって、やりまくってるよっつって、ふうーみたいな、クソみたいな会話をしてた、マジで。チンチン18センチで、あのでかいっていう話をしてました、ね。曖昧は いいかなって。外事やし。で、えー、っと、他におった外、外形,外形あと、そう。ふとできとった、あの、ピオスえ。え、あれさ、マジビビったんやけど、まあ、ふとで来るような女やけんさ、マダム系を、まあ、想像するやんか。バ,バリバリ、なんか20、24?24 24だったかな。24、四号の、めっちゃ綺麗な女来てさ、こいつ何みたいな。え、誰みたいな。 え、え、何枠みたいになってて。で、名前聞いて、あ、ピオスでやったけど、お前なんみたいな。金持ってんねん、ほんで。みんなの金払ってくれてんねん、ほんで。いや、マジ美人やったよ。マジでも、ピオスも話したらやっぱりちょっと害ありそうな感じやって、お前害あるって聞いたら、いやな、ない、ないけど、ないけど、この、なんだっけな。 あたし障害がいいか。ちょっとあるみたいなやつ。やっぱそうやなって。私、害見分けるのマジ得意やから、みたいな話をしよって。いや、害じゃねえからとか言って。<laughs> 楽しんでたんやけど。ピオス美人やったね。で、まあふとがと、小豚と、ミヤと、で、熊オがな、ね、来れんかったよな、かわいそうにな。なんか病気だって。で、男二人で、で、男二人もなんか、郷土って、男二人ですかとか言って、ビクビクしようって。で、そこにピオス入っていったもんやから、もっとビクビクするやん。誰この綺麗なお姉さん、ヒーみたいになってて。小豚とミアはちっちゃかったね。 で、そでも、熊をやばいから、熊をさ、全員にさ、全員、参加者全員にさ、なぜか1万円の甘岐阜用意してくれとってさ、そもそも参加費ただやし、旅費も、交通費も出あ旅費も、えじゃそう、え、参加者22人全員に甘岐阜1万円を用意しとってくれって、で、飯代ただ、えー、っと、宿泊費も出てる、交通費も出てる、なんですよ。意味わかんなくないですかで、その小豚は全員に、あのー、なんか工房やってるからさ、 木で作った手彫りのどんぐりを全員にくれて、とかで結構意味がわからんかった。いや、マジで。で女の子はみんなまあ、ね、無料で楽しんでいったよ。飯もうまかったしな。え、2000円やったごめん、あの、あたしにくれとった甘ギフは1万やけん、みんなに1万やと思ってた。え、ごめん、ごめん、え、いや、あ、じゃああたしとさ、つけてたんや。ごめんな。いや、そらそうやわ。 確かに、お前らに渡す甘ギフとさ、私に渡す甘ギフは一緒のわけないでえな。お前ら2000円で十分やわ。いやいや、ごめんごめん、勘違いした。勘違いしたわ。俺は1万円。お前ら2000円。いや、あの、でも2000円でも嬉しいやろ。なんなん安かったみたいになんのやめてくれる ?2000 円でも十分嬉しいやろ。お前ら、金も払ってなくてさ、あの、ホテダイやって、両費やって出してもらってさ。ほんで、え、2000円でしてた。お前、お前何言ってんだよ、お前。ほんまに。バカが。バカが。 一等兵ちゃんって、もしかして、あれえ、あれよなちょ,ちょ、一等兵ちゃんもしかして、お前、あれやなあいつか。いや、しゃあないわ。だって、お前、ちょっと害っぽいもん。害っぽいもん。言うなよだから。おい、害っぽいから。それで全員に配るっていうのがすごいすごいね。すごいね。欲しかったやつ買ったやろもう、害々しいね。え、じゃあ、一等兵ちゃん多分、え ?53 年って一等兵じゃなかったえちゃうっけ やっぱそうやんな。この一等兵ちゃんが53歳のちょい外敵なんよ。で、専業主婦ですらない、家事も何もしない、男に養ってもらって生きているだけの。で、でもその見た目結構可愛い感じでさ。で、みんなが、えー、なんか、篠田まり子に似てますねって言ってたの。いや、これ、褒めやん。そう、一等兵に向かって、え、篠田まり子っぽくないですかって言ったら、えー、篠田まり子って外事やん。そんなに似とって言われるの嫌なんやけど、とか言ってたから。 一等兵はマジ外事やな。最高だよ。いや、そう、かわいいやん。篠田たまり子みたいですねって言われたらさ、そんな外人二等って言われるの嬉しいないんやけど、つってたからな。やばい、こいつは。こいつはやべえよ。そうま、あ篠田まり子は確かにまあちょっとまあその、やばい、まあその不倫系とかでさ、やばいとこもちろんあったけどさ、でもって言われたら、二等兵それがわかんないし、褒めって思ってないから、普通に不快そうに嫌なんやけど、つってて、本物はやっぱちげえなってなったな。 本物は違う。いや、そうなんよ。前やつはちょっとごめんけど嬉しくないやん。私その、若い時にさ、前田敦子に似てるねって言われて、かなり嫌だったよな、正直。目が近いねって意味じゃん。そう。ありがとうって言うもんやで。お前53人までそんなもん分からんのか。だから私の配信おんねん、ほんまに。AKB 誰ならいい小じ春でお願いします。小じ春に似てるでお願いします。調子がいい時の。<laughs> でも、AKB にいそうだとちょっと悪口なんよな。だって AKB そのクラスで3番目に可愛い子とかだっけ。まあなんか、 ちょいかわくらいだよね、の意味かな。まあ、悪口ってほどでもないかもね。でも最高、私は、一等兵、かわいいなと思ったよ。18歳と仲良くしてる一等兵、マジ尊かったよ。爆笑やろ。で、この前道が、あの、外事の曖昧なんやけど、いや、マジい嫌な。いや、見た目はさ、普通やねん。かわいいねん。かわいらしいんやけど、あの、猛量がすごくて、喋ってる発言が、だいぶ外事。マジあ、おたけい外事って言ったら、いいかな。 でも可愛いよ、曖昧。可愛いよ。で、曖昧、友達おらんないけど、今回、友達ができて、すごい嬉しそうだった。曖昧、どうせまあ女友達おらんやん。ゼロやん。けど、今回、友達できてん。よかったな。そう。毛量がすごい。毛量がすごい、外事の曖昧です。でも、友達できたから、友達できたから、え、ちなみにさ、あのー、今回さ、モツ野郎来とったんやけど、え、モツ野郎会ったことある人おるから、モツ野郎ってさ、マジでかいね。 あの、何巨体巨体やねん、マジで。でかいねん。私の、こう、両の手を伸ばしても、抱きしめ切れないくらいでかいねん。でも、かわいいねん、マジで。で、あのー、あいつさ、マジで、かわいいんがさ、やっぱ、飯めっちゃ出たいんやけど、その、リッシパーティーで、飯めっちゃ出たいんやけどさ、女の子ばっかりやけん、やっぱ、あんま食えんやん、みんな。で、食えへんけんさ、結構残っとったんや。 でも一生さ、モツ野郎さで、本当に美味しいとか言って、甘いものいくらでもいけちゃうとかって、一生食ってんねん。しかも、その、残飯処理をしている感じではなく、本当に幸せそうに食ってんねん。いや、もう尊いんじゃって、ほんまに。で、さすがに、小豚が、モツ野郎さん本当にいいですよね、って言って。ぽってなってたもん。素敵ですよね、つって。あ、でもあいつ、気込んだったと思うで、つって、ざもうがっかりしてたけど。かわいいよ、モツは。一生食ってた。 本当美味しいですって言って。これ多分似てる。いや、本当美味しいですやばいのって、<laughs> いくらでもいけちゃいます。パク、パクって。かわいいやろ。で、なんか私知らんかったんだけどさ、そう、ふとお二人ともさ、独身だったらしいねん。そう。金は持ってるけど、あの、独身で結婚相手を探してたらしいねんな。だから、あの、皆さんあの、この中で、その、金は持ってます。で生活費の面倒を全部見てくれてます。でも女がいないこの二人、 をつがってくれる馬星やその可能ぜひあ,あの DM をお願いしますって言ってお願いしたんやけど誰か送ってくれたんかなこれで誰も送ってなかったらちょっと申し訳ないなあの2人やってお金を出すことでさちょっとくらい見返りがあるかなって思って思ってたかもしれんのにこれで DM 言ってなかった俺ちょっと悲しいよあったかなえそうやろお金出したらなんかちょっとくらいあるやなって村の子供も思うもんなまあお前はデートすら行ってくれへんかったけどなでその アカウントを知らないと無理なのではって言うけど、ほんまにやりたいと思ってたら、探すねんっていうか、わかるやん、村民やったら大体な、相互になってたりするから、本当に出よきがあれば、やってるはず、探してるはず。私がリップしとるとこからでも、いけるしな。オフ会で何も持ってない子だってごめんね。こいつがあの、18歳やな。18歳、彼氏、180センチ、18センチのチンコ持ちの、キッズです。いいよ。だってお前、優しいやん。な、一等兵。 五十三期にさ、優しくしてくれたやん。ドリンク入れてあげよったやん。それでええんよ。ああ、お前、もうじゃやめてよ。悪いことせんと。でも、野田さんってさ、結構、その、外事っていうワード好きやん、正民な私が外事って言うたびに野田さんめっちゃ喜ぶもん。私分かってんで。そう。あのー、社長呼んでくれたじゃないですか。仕事の後に。で、みんなでね。 こう、しっぽりとバーで密会をしてたんですけど、私が外事って発言するたびに野田社長めっちゃ嬉しそうなんですよ。ちょ、ダメっすよ、タルカンさんって言ったからもう,もうめっちゃ嬉しそう。わかるよ。社長も言いたくて言えんのだろ、外事って。私がその代わりに言ってるだけやから。社長は、その、やっぱり立場があって、言えんだけで、好きなんよ、やっぱり。まあ、自分で使えない言葉だから。あ、そっか、選挙目指してる。えじゃあ、社長もしかして外事って NG ワード なんか言い換えんとあかんな。でも手帳持ちも多分あかんもんな。あかんでみんな、じゃあ、ちょっと、社長は外事っていうワードがめっちゃ好きで一生笑ってるとか絶対言ったらあかん。絶対言ったらあかんよ。この、この切り抜き絶対あげたらあかんよ。社長は外事っていうワードが大好きとか言っちゃダメだよ、本当に。もう、終わってる。ごめんな、社長。もう落選やわ。お疲れ <laughs> そりゃそうよ。お疲れ。 これをライバルに、ライバルに流されてしまう。え、別にまあ、そうやな。社長はほら、元と風雲寺みたいなところあるから行けるって。絶対行ったらあかん。い,いえい,いえ、言うべき。そう。この切り抜きが、社長のライバルにな。渡されて拡散されるわけよ。これでこそな、マイナスイメージがあるやから。でも、それって結構おもろいと思うよな。野田社長、外事というワード大好き。<laughs> あ、盲言ですから、これ。 風雲児を何だと思っているのか。いや、まあ、ほら、いいやん、風雲児って言葉の響きだけで。やば、ちょっと次、給料減らされるかもしれへん。ちょ勘弁してって、マジで。えー、次、次、行く飛行機、ピーチになってるかもしれへん。嘘、今までは空しどいだったのに、ピーチになってしまうん。LCC になってしまうん。もう機内で飲み物出えへんの。そんな、やめて、やめて、いやー。私、飛行機の中でジュース飲みたい。 いや,ーいや。いや、わかるあのさ、LCC、ピーチとかはさ、飛行機の中で飲み物出えへんのよ。高速バス <laughs> 東京から大分高速バスえ、鬼やん、マジで。え、私のケツ壊れるやん。無理じゃないアメリカまでの飛行機とかそういうレベルやん。え、辛い。え、無理無理無理。それ仕事できへんって。え、あの、いや、LCC までは、正味じゃあわかりました。落としていいです。落と、あ 成田無理成田無理な田ってさ、わかるめっちゃ遠いし、意味わからんし、LCC なんよ、マジで。いやー、羽田がいいな、頼む、もう、ソラシドエアかよとか言って、文句言わんけんさ。いや、そのさ、いや、ソラシドエアってさ、私、その、まあ、まあ、そこそこいいじゃないですか。けど、けど、羽田でも一応ね、一番端っこなんですよ、ソラシドエアって。ほんで、私、いや、ジャルじゃなくて、ソラシドエアか一番端っこまで歩きましたよ、とか、ちょっと、野田社長にそんなね、うん 口を聞いてしまったことがあるんですけど、申し訳ない。いや、もうそんな口を聞いて申し訳ない。もうそらしど、いや、大好きです。行かせてください。橋まで歩きます、私は。歩くほんまに歩くから許してほしい。ちょいっちゃんっこないわ。いや、そんな文句言っとばいじゃないっす。マジで。なんなんで、東京駅から直通バス、1時間半バスに揺られんのもうそれでさ、目的で着いてないとおかしいやろ。意味わからんやん。許して、無理。許してほしい。飛ぶだけほんまにマシで、いやでも、 なり、いや、なりたい、いや、いやじゃって、ほんまにいやじゃって、頼むって、ごめん、ごめん、ほんまにごめん。ちょ、なんかイメージアップすること言うから。野田社長のちんちんは18センチあるから、な。ほら。いや、あたし、あたし、見たもん、見た見た見た、ほんまに、ほんまに見たよ。いや、見た見た、マジでやばい。マジでやばいよ。18センチあるから。だろ羨ましいだろそう。見た、私見たもん。私見たもん。だから、あの、すごいよ、ほんと。見たよ。<laughs> 見たもん。 ふぅ、危なかった。これでトントンやろ。<laughs> あ良よかったよかった。やっぱり18センチって言われたらな、竜意も下がるよな。オッケーオッケー。ふぅ、危なかったぜ。え、でも、私見たもん公文って知ってるあのさ、その、小学生とかってさ、まあ、なんか、嘘つきとか言われたら、私見たもんって言うじゃないですか。そう、それで使うやつなんですけど、小学生の私見たもん。見たもん、かっこ見てないってやつです。なんかね、昔あったんよ。 幼稚園かな幼稚園とかで、な、なんか、男子、男子、男子か。まあ、幼女と、男子、幼、何ちっちゃい男って何ちっちゃい男の子ってんて言うの、ん、まあ、言い合いとかするやんか、キッズどもが。男児。幼女とだ男児。女児と男児やん。まあ、言わ。じゃ、まあ、まあが、ガキガキがさはお、メスガキとオスガキがさ、まあ、言い合いとかするやん、幼稚園とかで。まあ、オスガキがさ、何々先生、 何々先生、ちんちんに毛生えてたー生えてるーみたいな話をするじゃないですか。で、そんなんでギャーギャー言うときに、まあ、そのメスガキも入ってきて、で、そいつは、口癖が、メスガキの口癖が私見たもんだったらしいんだよな。もうまあ、これでオチは想像できると思うけど、先生のちんちんに毛生えてなかったよって言って、うそ、うそじゃ、俺ら見たもん、毛生えとったーって言ったら、いやだって俺ら、俺ら毛生えと見たもんって言ったら、いや生えてなかった、私見たもんって、メスガキが言って、ちょっと事件になった。 っていうのがあったらしいです。え見てないんですよ。でその子の口癖が私見たもんやったから、ギリいけたけど、相当危なかったみたいな。ちなみに、チンゲだったかどうかは忘れた。適当に言ったけど。でも、チンチン系だったと思う。私見たもん。いや、危ないよな。私見たもんあかんやほんまに。私見たもんで、だメスが昨日私見たもんで、人生終わるからな、普通に。はい、えレペ全やばいけど、ノイズに所属してて影響ないんですが、それがちょっと聞いていただけます皆さんちょっと、あ、レペの話します。まあ あんまりしたら怒られると思うけん。まあ、軽くやけど、その、なんだっけ、銀太、ここは銀太さんでいいのかな銀太さんとか業界人プるなよとか言われてもムカつくんですけど、ここはじゃあ、一旦、一旦銀太さんにしときますね。銀太さんがね、なんか脱退されたんですよ。知ったのが、レペゼンが、銀太さん辞めますってツイートしたんで、私知ったんですよ。辞めたんみたいな。そうなんみたいな。で、その後、LINE グループで、すいません、ちょっと情報の漏洩とかを、すごい気にしてて、 共有ででできててなかかったんすすがこういうい感じですとか言われてまあ私とか漏らすって思われてんねやっつってまあ別にいいよおもらしマンやからさ別に間違ってないからレベゼンが正しすぎてまあいいんやけどな漏らすと思われてたから伝えられてなかったまんですおもらしマンですどうもいやちゃんとしてるマジで私言うの偉すぎやろと思って笑ったもんまあ、それで私も知らないんですよマジで何もほんでフォーイ君がみんな心配させちゃってごめんねがんなんか俺頑張るからみたいなさ グループライン。20人ぐらいおるグループラインで、ホイくんがそうやって言ってん。でも、誰もさ、もう、意味わからんし、今聞いたし、不安すぎて、なんて返していいかわからんやん。で、私、しばらく同行見てたんやな誰か、このホイくんになんかつ、あのー、ライン返すかなと思って見よったら、え、多分ね、10、10時間、12時間くらいだって半日経って、全員既読する。ちょっと待って、みたいな。<laughs> えー、ちょっと待って。いや、男ばっかでさ、いい歳の男もいっぱいおんのにさ、ちょ、なんか言わんの誰かねえってなって、 で、しゃーない、ここは多分い、いや、多分一番年上であろう、メンバーの中では。私が行くしかないかと思って、私が、なんか、いや、なんかまあ、いろいろ大変でしたけど、お疲れ様でした、つって。なんか、そんなまあ、本部、ごたごたしてるけど、それも霞むくらいノイズ盛り上げていきましょうね、一緒に頑張りましょう、って。大人、大人ライン、大人ライン送ったわけ。で、さらに、その、まあ、フォローとして、何かいたらわからん、何かいたらいいかわからんようなキッズは、 とりあえずリアクションだけしとけよって。まあ、それでキッズがフォイくんの投稿にリアクションだけつけて。で、フィスカーっちはあ、ほんで、あそれ、あそれか、ゴースフォイやな。<laughs> そやな。で、それで、それを見て、フィスカーくんが、僕も何言っていいかわからなかったんですけど、まあ、まあ、僕も頑張っていくんで、みたいな、送って。で、それ以外のキッズは、もうリアクションか、頑張りか。で、リアクションつけろよって言ったけど、全員は全然つけてなかったから、ちょっと待って、何人つけたか、今、数えたるわ。数えたるわ。これつけてないやつ、焦れ。 焦る。まあ私の配信とか絶対見てないけど。つけてないキッズマジ焦るよ。一応さ、仕事の上司やん。な、な,なぜなのえ、ちょっとリアクションつけてんのが見ます。はい。これ名前も見れるで。うんうんうん。あこれキッズ沖縄つけてないね。あ、キッズ沖縄つけてないです、これ。キッズ沖縄はつけてない。ああキッズ沖縄私につけてるんか。こっち違うって。私につけるんじゃなくて、キッズ沖縄フォイにつけろ そう。あの、キッズ沖縄は、バカなので、リアクションくらいつけとけなっていう、私の投稿にリアクションをつけるっていう、あの、バカはいいムーブしてます。かわいいね。間違えてんね。<laughs> で、他、他キッズ、他キッズは、あやっぱ、高知人とか、ちょっと、まあ、ちょっと歳が上系の、まあまあ、とかはつけてますね、ちゃんと。でもまあ、20人ぐらいおる全体ラインで、 リアクションつけてるのが沖縄入れての6人なので、まあ、そうだよな、キッズなんてこんなもんだろうな。仕方なキッズだから。もう社会性なすぎて、もう、ゲーマーなんてまあそんなもんだと思うよ。まあ、そん中でもフィスカー君は、まあちゃんとしてると思うけどないや。リアクションぐらいつけたってよ、フォーイ君かわいそうや、フォーイ君半日無視されてんのもう見てられへんかったもん、お前。<laughs> なんかいいよ、なんかいいよよって。私だって別にさ、そんな、なんかその、こういう時に言う言葉とか出てくるタイプじゃないけど、もうひねり出したからね。 出してほんまに出してほしいでもいイくんは頑張ってたみんな心配させないように頑張るからねっつってたのにスルーえちょっとえクサくんクサくんねちょっと待ってえっなさらしていいさすがにちょっクサくクサくんねちょっとクサくんこれやんな一応ちゃんと確認するねクサくんがやってるかやってないかクサくんはクサくんどれあこれかちょっと待ってよあくくクク ちょっと、ばらしていいっすか草くんしてないっす。すやっぱすん、忙しいんかな草くん。草くん、リアクションもしてないし何も言ってない。草くん、忙しかったんかなくさくさしてて。うん、散っっるつってる、今。パーふー散るつってる。さらしちゃうああ、ごめんな。でも、やっぱり、こういうことを、そう。内部をやっぱりね、こう、フローズにしすぎるって良くないんですよ。こう、誰かが風通し良くしていかんとあかんから。 君リアクションなし沖縄はバカで可愛いもうラインの上に印象されへんから <laughs> ちょブリブリしやがってよほんまにいや風通しマジでいいよ <laughs> までもそのレベルで本体に関してはマジで私ら結構部外者扱いで何も教えてくれへんし、まあ、そもそも田ナさんおもらしするからって言うんで私には伏せられてるくらいなんでねごめんね特に私から何か言えることはないです フォイんはもうほんまに今ちょっと過労でやばそうやね。だってまあ、その、ま、マルんは炎上してるし、ギンタん辞めちゃうし、社長は失踪してるし、で、ちなみにその LINE グループく君もおるけど、く君マジで一言も発さへんから、ちょ、ワキく君,ワキ君ほんまに、一言も発さへんからさ、もうちょっとなんか言ってほしいな。脇君何を言ってくれ、何も言ってくれないから、まあ、 脇くんはさ、多分そこまで、そのゲームとかするタイプでもなくて、フォイくんに付き合ってやっとるところがあるから、その、いろいろやれってのは酷だと思うけどな。だからそう、フォイくんの負担がちょっとやばそうで、大丈夫なんかなって思う。うーん。だからまあ、まあでも、独立あるねとか私がそこでまあ抜かしたところだけど。脇くん上司なんやけど、特に本当に何も言わないので、何も、本当に何も言わないので <laughs>。社長は、なんだろう。 今帰ってきたのかよくわからない。そこも情報を私にくれるわけじゃないので。部外者なんですよ。うーん、そうなんよなーだからどうなるんでしょうね。いや、ま、正味な、正味私もそう思うよ。今の状況はさ、なんか仲良し5人組とかでやっとったのにさ、瓦解していくんってさ、見とる方も辛くないで、それぞれがそれぞれのところに散っていった方がなんかね、いいのかもねと思った。そう、だから私が持ってる情報ってマジでみんなと一緒くらいしかなくて。で、私が風通しよくできるんでて、LINE グループくらいやから。 でもギンタ、銀太、銀太辞めちゃった本人の意向によりって言ったから、その、銀太さん。はい、銀太さんが辞めたかったんじゃねえのそんな書き方だったよな。仲良しグループが崩壊していくっていうかさ、どんだけさ、例えば高校で仲良かったとか、みんなもそうじゃない高校で仲良かった、中学で仲良かった子ってさ、その狭いコミュニティの中では、まだあったかもしれんけど、そっからさ、世界が広がって、いろんな人と出会うようになって、こいつらしかおらんかったけん、こいつらとつるんどったんだけやってなったりとかするやん。 あとはまあその女ができたりとかしてで、女ができるとさ、その変わる男っておるやんか。もうまあ女が好きすぎてさ、もう飲みにも来んし、遊びにも来んし、付き合いめっちゃ悪くて、みたいな。もちろん逆もあるよ。男できた途端、女友達とほぼ遊ばんくなるような女ももちろんおるしな。な、両方あるんやけど、性別によらずにそういうことってあるからさ、それで、 なんかあいつ、その独身の時、まあ、彼女おらん時はさ、すごいおもろいし、一緒に遊んでよかったけど、なんか今、付き合い悪いし、もういいっか、みたいになったりするし。超みんなそう、ちょっと思う、思うような、思う、あの、ちょっと読めない、コメント読み上げることはできないんだけど、私もそう思ってます。友達と仕事うまくできてる人、意外と少ないよね。まあ、難しいよ、ほんまに。人間って、やっぱりそのマルチタスクってさ、できんのやって、たぶん。で、学生、まあ、大学も卒業したらさ、やっぱここがさ、自我持つやん。 でまあ、昔はなんかリーダーが追ってついていくみたいなあったかもしれんけどさ社会人になってからそのリーダーがリーダーであり続けるっていうこともやっぱなくなってくるやんもっと成功したやつが出てきてそいつがなんかこう威張るようになってきたりとか仕事しだして金持ち出すとマウント取り出すやつもよくおるやん,ん俺年収今1億みたいなでそういうのやりだしてあいつさ学生の時もおもろかったのにさ金持ち出してからさなんかおもんないよなとか ずっとマウント取られてしんどいよなーとかそういう風になって疎遠になったりするしできっとまあそのレペゼンがなんか今急に抱えしだしたのはみんなのリーダー格であった社長がやっぱ消えてしまったことでいろいろ歪みが見えるようになってしまったのかもしれませんねなんいつまでも変わらない付き合いしてるやつもそれはそれでもちろんまあ良くないとこもあるやん30も後半になったのにずっと「なあガルバ行こうやキャバ行こうや」とか言ってるやつもきそいけど何ジピーって何 <laughs> ジピー <laughs> ええジッピーって分からん <laughs> だからその悪役も社長がきっと一手に引き受けてたんじゃないかないや知らんごめんな私レプゼンってさその入ってからちょっと動画見たりとか勉強用に動画見たりとか音楽聴いたりとかはしたんやけどやっぱりその関係性とかまでは全然終えてなくてさそのまあリーダーも 悪役も俺が全部悪いから、俺についてき、俺が全部悪いから、何でも俺にぶつけてくれ。そして、俺についてきてくれ、みたいな、だったのが、なくなっちゃったのかもね。あ、地元ピープルでピーなん若いお前。人間は変化していく生き物だから、責められない。責められないよ。あ、俺が全部悪いって言ってくれる役がな。その、なんか地元 P とかだったらわかるけどね。地元ーとか。 いや、わかる。それだったら私もわかる。けど、ジピーはきついかな。ジピー。ジピー。で、じゃあ、ジピーがなんでずっと仲良く言えるかって言ったら、都会とかと違って、やっぱ田舎ってさ、位置の変動があんまりない。結婚する時期、子供産む時期も大体一緒くらいで、えー、まあだから住んでる家のランクとかも多分そんな変わらんねん。都会じゃないしな。まあ、少々でかい小さいがあるくらいやん。で、お互いに差を感じにくいし、 で、地元、まあ、田舎やけんさ、年収も高が知れとんやん。で、いっぱいあるところで別にさ、ちょっとヤンキーなベルファイヤーに乗るくらいやん。もうヤンキーベルファイヤー好きやから。ベルファイヤー乗るくらいやん。だから別にマウントでもなんでもないね。ね俺、ベルファイヤー買って見てみてみたいな。え、めっちゃいいやん、ベルファイヤーなんよな。そこで、俺の何、なにランボル、ま、ランボルギーニ言いすぎやな。なになんかちょっと高い。高い車ってなんかあるま、私ランボルギーニしか出てこない。カウンタック。いや、カウンタック高すぎる。もう分かんねえよ。 そういうフェラーリみたいなんじゃなくて、ベルファイアいいやんって言えてる奴らは一緒仲いいよ、それ。怖いチそういう奴らは仲いいよ、一緒。お互い比べたりせえへんもん。で、対して変わらんもん、田舎やし。レクサ、レクサスレクサスコータ、あ、確かにさ、都会の奴がレクサスコータはなんかムカつくな。都会でさ、車って維持費も高いし、そこのマウントも入ってそうですね。そう。稲やんはベルファイアやから。 ロールス・ロイスいいね。そういうの羨ましく思うときない普通に結婚してジ、ジピーな、ジピー同士で仲良く暮らしてんの。羨ましく、思うよでも思うけど、当人は当人で、なんか都会出て、こう遊んだりとかしたらもっといろんな出会いとかあったのかななんか、こう、いろんな人と、こう一夜限りの恋愛とかもしてみたかったなーとか、ないもんたりしてるわけですよ。羨ましいって思うことが、ちょっとずるいかもね。人には人の悩みあるから。 で、こっちに来たらこっちに来たでさ、周りもなんか、晩婚やけんって、もう32にもなったけど、結婚もしてないしな。今もなんか、付き合ってくれるんかよう分からんような男とデート行っとるだけやしな。はぁ、あ、ジピーとこんなことなら結婚しとったらよかったって。ずるいやろ、さすがに。そこまで遊び散らかしておいて。若い時代、ジピーが頑張って子供作ってさ、子育てしてるときにお前遊び散らかしちょったやん。セックスしまくんりったやん。で、今になってジピーが羨ましいわ。キモいよ。で、 思います。思います。なめるな。ガキが。そう、ジピーです。都会はクラブとか遊ぶとこ多いだけであんまり田舎と変わらん通販話。はエアップやめろよ。徳島にお前クラブあると思っとんかなめるなよ。お前さ、地方、地方って言っても度合いがめっちゃあんねんぞ。お前徳島でどこで遊んだらええねん。 もう遊ぶとこなさすぎてみんなマッチングアプリしかできへんって言ってるし、しかもマッチングアプリも人が少ない、若者少なすぎて、あの、もう同級生とかばっかり出てきて、すごい嫌になってくるっつてってたで。お前わからへんくせに言うな。あ、もうまた外食きやがって格上の a v 女優との言い方、お前、あのうんこババアが格上なわけないやろ殺すぞお前 <laughs> ちなみにあいつは、あいつが逃げたから、お前何回でも言い出したくらいほんまに。 あいつが逃げたよ。やろうやっつったら、田中さんのこと言ってたわけじゃないですって言いながら、あいつが逃げたからな。覚えとけよ、カス。カスボケカスほんまにゴミカスが。びっくりしたわ。びっくりでしたね。あ、こいつ、ちょっと過去のコメント見ても、キモイ陰キャの姫はとうとう顔も出さんくなったんだなって書いてたわ。こいつ、あたしのことめっちゃ嫌いやん。しかもなんだなん今日顔出しして。まあまあもう、まあ、それは今こういうやつにな。そうなんやな、別に。 答弁したところで、日本も通いへんし、何も帰ってこうへんからな。とういうことが無駄やな。なぜ来るんだ、こいつらは。な、なぜこいつらは来てしまうんだ。そう、なんかさ、いや、今日私、今日昨日か。昨日くらいからさ、ちょっとレスバしてたんやけど、たぬかな年収プロゲーマー時代に1000万は、絶対嘘。オールインするっていうさ、外情ってなんでさ、あんな自信満々にオールインしてんのかなと思ったらさ、ちょっと待ってよ。 じゃあ私もなんか、何言ってたか忘れてたわ。<laughs> 何言ってたか忘れてたわ、もう <laughs>。長いねん。なんだっけな。あ、なんかフェミアンチ、いやえっとね、確定申告の紙あ,ありますけど、オールインするんですかって煽りに行ったら、お前プロ時代で賞金とか手に入れてたん配信も全然集めてなかったし、逆に闇営業でもしてたんとか言われ、言われたわけですよ。あの、スポンサーの存在はまず、まあ、ちょっと知らなかったらしいのと。で、 えー、配信も全然集めてなかった。まあ、どこ基準なんかわかんないんですけどね。私もまあ、プロ時代で、そうだな前全世だと結構集めてましたからね。うん、ミルダムのチャイナマネーもまあ、多分知らないんですよ。ほんで、それで、えー、っと、獲得賞金自体は確かにそんなんないのよ。まあ、あそのほもの日本ってやっぱり10万以上出されへんし、海外大会バンバン勝てるほど強くなかったからね。まあ、賞金は全部で100万くらいやけど、スポンサー収入はあったから、 まあ、その、稼いでたでって。逆に私レベルでなんで闇営業できると思ってんのって言ったら、えー、賞金総額100万程度の無名がスポンサー収入です。まあ、いけるほどスポンサーはお前に対して一目置いてたのかどんなバカでもスポンサーもチームもその額は支払わんでしょそれともお前は消費金に見合わないほどむちゃくちゃすごいやつなのかって来ててさ、ね私のこと知らんのに言ってきたんや、みたいな。そう。もっと痛いとこさせもっと痛いとこいっぱいあんねん。そんなさ、走行熱いところからさ、ついてもさ、 う死なねえよ、こっちは。隙間にねじ込めよ。関節が強いって言うやろ。かかとを狙え、かかと。ちなみにそう、ダムの時で1000万いったけど、その、えっ、ー、と、ダムなかったら、えっ、ー、と、600万くらいかな。で、ダムバブルで1000万って感じ。そうなんよ。で、まあ私が、だから女って、女でプロって言うだけで、多少弱かったとしても価値があるってわからん広告効果求めてスポンサー金払うんやから。 逆にゲーム上手いだけの男にはスポンサー使うんやろって。で、そしたら、タヌカナの女性的な魅力が1000万に繋がったってわけですね。スポンサーが強いのはなんとなく分かりました。とか言って。な、こいつはだんだん敬語になってくんねん。ほんで、男だらけの大会に女プロゲーマーが出るってだけで見たくなるやん。みんな見たくなるっしょ。本当にこいつが強いのか顔は可愛いのかどうせ下手だろどうせブスだろってなって見たいやん。それが広告公開から金払ってんねんでって。で、会話を知らんのに嘘�松認定はどうかと思うでって言ったら、 大した女じゃなくても、それを使った金稼ぎができますね。女は生きてて気持ち良さそう。できて。こいつってな、何がしたかったんだろうなって、ほんまに。もう、もう会話になってないんよね、最後まで。そうですか、それは失礼しました。本当にあったんですね。びっくりしましたで終わる話なんやけど。そういう落とし所にはできんだよな。でも、こう、そう、こんなんもな、答えても意味ないのにさ、私も、もう顔真っ赤にしてこんなに突撃してしまうんよな。恥ずかしい、自分が。俺は、自分が、恥ずかしい う,うううだよ。うう,うもう俺もお前もううだから。いや、外事の相手しても意味ないって分かっとんのに、私も外事やからしてまう争いは同じレベルでしか起こらないから。そう、それでリ不尽返さんかったら逃げたんですねって全員外事言ってくるから。はい、論破とか言ってくんで外事、マジで。98%の確率で、論破、逃げた、などと言ってきます、外事は。う,う、う、地獄。これはこの世の地獄。 えーっと、たぬかなききそうな煽りを考えてる。ジュンは同説3.2万人それは期間か,かな関係ないしな。あ、あ、でもこれ、ワイワイが同説3.2万人いっとるって言われたら、かなり切れる。で、ワイワイの同説、お前の倍あるけど、いけるとか来たら、めっちゃムカつく。マジでムカつく。ほんまに怒る。ほんまに、ほんまに怒る。お前お前えぇトグって、ダラグって、 きゃあぎ,ぎ,ぎー、はあ、ああイマジナリーで切るあやばやば今日ダイエットしててさ大して飯食ってないから今低血糖で怒りすぎて今低血糖でクラッときてるやばいわあおうちゃんありがとういやガーデットはワイワイじゃなくてブロックするからほんまに砂壁一生触ってるジジイやからな <laughs> 実家の砂壁一生慣れてるジジイやから あ中に入ってる繊維みたいなむくん楽しいよな。ガーネット。いや、そうよね。血圧も今上がってしまった。それを考えただけで、今、くらっと来たから。終わってる。いや、オッケーオッケーオッケー。俺の方が買ってるから大丈夫。かーで、あいつ、てその、今まではさ、サブスク限定でさ、ちまちまやっとったのにさ、鉄拳新作出てからさ、外国人に気が来てさ、増えてさ、ニコニコで配信やってんの、バリーラ作る。そら、海外はな、お前のな、悪行なも知らへんからな。 え、ちょっと聞いてくれるえ、でもこれちょっと、ま、あいいかまあ、ちょっと、ちょっとバラすんやけどさ、まあ、なぜ私が今ダイエットしてるかっていうと、ちょっと今、お二人なんですけど、いや、ごめんなさい、あの、ちょっと、あの、女村民オフで、ちょっと痩せた姿を見せたかったんですけど、ちょっといろいろあって、会食的なの多くてね、なんか若干太っちゃって。で、ちょっと、ちょっと太っちゃって、女オフは、ちょっとあの、生の腹を出すことができなくて、中にあの、白の、 服を仕込んでいったりとか、まあしたんですよ。ちょっとお太かったので、で、今、もう超急いでダイエットしてるのは、4月の上旬、初、初旬、上旬、上旬、4月の上旬、4月の上旬にですね、えー、っと、まあちょっととある飲み会に行くんですけど、ゲーマーの方が集まる。で、そこでですね、まあなんか、コンパニオン的な感じしてくるやって言われて、 コンパニオンですかつって。金出るんすかつってもちろんやで。どう行かしてもらいますつって。知り合いな。誰か行かしてもらいますって行くんよ。で、コンパニオンって言ったらやっぱりさ、こう、まあ、谷間か足か腹。まあ、あとはそうだな、鎖骨ぐらいは出さなあかんよな。で、それで、どこ出すかって言ったら、私あの首にシワがあるから、こう首出したくないねん。ハイネックいつも着てるんやけど、首出したくないねん。だから鎖骨は NG なんよ。 二の腕もまあそこまで太くないから腕も出したくないねん。で、腹は、あの、骨太やから基本首あるから出せんねん。まあ、まあ、今ちょっと太ってるからね。あれやけど。で、腹と足は出せんねん。骨太やから。足結構細いねん。で、じゃあ足と腹を出すってなると、さすがにダイエットこれいかななってなって今、マジ食わん、あ、食わんとは嘘やな。あの、サラダだけ食って、今日出勤して。ほんで、 仕事中にお菓子食べていいんやけどあのアポロを4かけだけ食べてで帰ってきてまあ、まあ飯食ってなくてまあもうプロテイン飲んで寝ようかなと思ってんやけどな「競うな持ち味を生かせ」いや分かるその持ち味の父も使うんよでも父がでかいのにそのくびれがあって足が細いこれがやっぱり強いじゃないですかコンパニオンとして最強ですよ本当にいや知らんけどなコンパニオン界隈知らんんだけどやっぱめっちゃ強いと思うんですよでそれをやるために今頑張ってるんですよ金くれるし。 骨とは、肉がつくのは、えー、っと、私は下腹だね。けど、下腹出るけど、その上のくびれは、なんかあんま変わらんのよな。私は下腹と、えー、腰回りと太ももの上の方かな。そう、お腹につくね。で、えー、っと、運動は嫌いなんですけど、そもそも私、なんか筋トレしたら、ごつくなるってゆかわびパっぱいに言われたからさ。だから、最近歩いてます。歩くのだけは頑張ってます。で、ちょっと聞いてもらっていいですかあ ちょっとこれ、あの、集まってほしい。ちょっと今集まってほしい。これは、ちょっと集まってほしい。あの、いいっすかちょっと思い出した。これはちょっと言わなと思っとったんやけど。いいっすか集まれ集まれいやー、集まれあのー、皆さんですね。あのー、女オフ会あったじゃないですか。女村民オフ会。で、そこでですね、あのー、ゆかわびーちゃんが集計をしてくれたんですよ。で、集計して皆さんからいただく、ふとさんからいただくお金は、一人これくらいですっつって、セルで計算して出してくれたんや。 で、私もそれ見て、オンケオンケーみたいな、おいオイ,ウイ,ウイみたいな。当日なってですよ。で、ゆかびーちゃんが、あの、たぬかさんすみません、セルが1個ちゃんと計算に入ってなくて、マイ,マイナスなんぼって言ってたっけな。ちょっと、まあ、あマイナス何万 ?4 万、5万とかだったかな。なんか足が出ちゃって、でも私の計算ミスなんで、私自分で出すんでって言って、いやいや、あかんって思いそうそれ私が出せよって言ったら、いや、さすがにこれたぬさんに出さすの無理で、ううって言ってん。 <laughs> で、<laughs> あの、棚でやった大会で、なんか、湯ビーに足が出るっていう、ちょっと、悲しい事件が起こってしまって。でほんで、なんか私渡す渡すって言うんやけど、いやいやっつって受け取ってくれへんけん。<laughs> じゃあ、こうしよう。私、配信でこの話して、その湯ビーの方に、こう投げ銭をこう誘導するから、それでちょっと補填できたら、う、うって言ったら、あ、それはありがたいですって言ったから、なんかあの、かわいそうだと思ったら、ちょっと金でも投げに行ったってくれへん。あ、でも、その、なんかね、料金 ええと、宿泊費を辞退してくれた子とかがおったらしくて、その子の分で、そのトントン、トントンではないと思う。なんかあいついいよだけで多分絶対トントンなってないと思うよな。トントンくらいになったんで大丈夫ですとか言ったんやけど、なんかそういう経緯があったので、で、私が補填するって言ってもマジで、もう無理です、無理ですしか言わんからさ。でもお前らの金やったら受け取るやろ。な。やっぱ私が床上にあげる金とお前らがあげる金ってさ、重さが違うってわけよ。お前らの、 軽いお金だったら受け取ってくれると思うからさ。暇の時に投げに行ったってや。おんのゆかび。今。あれおらんくないゆかびが配信してくれたらいいんやけどな。このゆかびが配信してるから、ゆかびの配信で投げ立ってほしい。ここで投げたら私に入るやろ。ガイガイするなよ。今度ちょっと投げ立ってくれるゆかびいるいたいたちょっと、い,いるな。じゃあ、ちょっとゆかび今から配信してレードするから。 配 <laughs> 心して。レイドするから。してて。ほじきごめんやで。いいよ、お前、実家太いんだろ。おい、実家太いんだったら、ちょっと、あの、ママの財布からちょっと抜いてきてや。てか、クレか、ママの財布からクレカ抜いてきてくれへん。いけるって。許されるっしょ。じゃ、ママのクレカから、そう、ママのクレカ抜いて、じゃ、それをな、ちょっと、ちょっと入力するだけ。ってか、そんな実家太いんやったらさ、ママも傷がへんと思うよ。そんな小銭見てないっしょ。いけって。 いけるその家族やから、その申告罪っていうん。罪ならんから、その家族同士だったらさ、罪ならんから。いけるいける。自分の持って、えお前、自分の持ってんのえ、それってさ、じゃあ親が出してくれるクレカあ、何々ちゃん好きに使っていいよって渡してくれる神のクレカがあるってこと神クレカがあるってことえ、ちょっ、これは、これは、いや、その、あれやろ、娘に、 何々ゃ好きなものはこれで買っていいよって渡してくれる紙くれかってことやろ <laughs> 選挙落ちる。いや、それ関係ない。今関係ないから、その話は。じゃあね、こいつはね、金がないとかじゃなくてあ、忘れてただけ、普通に。遊びに来た。え、あ、プレゼントとかあるんや、みたいなタイプやね。はい、一年で100万使ってたよで、ね。お前、それやったら、ヒカービーに投げたらんかい。投げたらんかい。ほら、頭弱いから100万投げたれ。投げたれって。そしたら私半分くらいもらうわ。 ちょ、ゆかび、あいつ、あたしが、騙したからさ、折半でいいっしょって。そう、収益も折半あのー、騙してもらった金も折半やっつって。ゆかびから絞るし。いいよ。投げるやで。よかった、よかった。そう、騙したから。<laughs> そう、折半的です。ゆかびは頑張ってくれたよ。なんか、店のな、手配から何から。だから、それくらいな。もらってほしいなと思うよ。けど、 100万入ったってなったら話は別よ。ゆかび分かっとるよなって。折半やもんな、俺たちって、つって。な、俺たちって言うから。そらそうよ。俺たち折半だからあ。そらな。なんか100円200円の取ろうとは思うんで。私だって鬼ちゃうから。でも100万とかなるともう話は違うから。俺らのしのぎだよなってなるから。じゃあね、ゆかびっていうのが、あの、YouTube でさ、私の切り抜き見たことないスナックたのかなって。あれを運営してる子なんよ。 で、今私のマネージャーやっててね。えもう火曜日やん。もう火曜日やんけ。寝ろよ。私も腹減ったしもう、もうダイエット辛いマジで。ダイエットってなんでこんな辛いもう食欲を抑えるのって辛いです。本当に。デブマジ。羨ましい。マジでデブ。羨ましい。無理。食いたい。一生食いたい。もう。無理。食べたい。うう 参加料4万くらいで男村民オフ。飯はポテトと掘れのみ解散したらいいしのぎになるんじゃ。いや、私はラフィーネを一生使い続けるって決めてるから、男オフもまたラフィーネやから。たま惜しいのは、まぁ、あ、20人くらいが限界ってとこなんだよな二20人の男ったらさすがに臭いけんちょっと嫌なんよないいよなそう、男は筋肉つきやすいからさ、そう、うなぎを食ったとてな。ちょっと筋トレしてみすぐ筋肉なってくれるやん、タンパク質って言いながら。 ああ、ダイエットったら何食おうかな。なあ、もーちゃん何食べたいあ、そうだ、ちょっと、ちょっとお伝えしたいことがあってさ、女オフ会でさ、猫の缶詰をくれた人がいんのよ。で、ちゃんとお皿4つに分けてな、猫全員に振る舞ったんやけど、あの、あんまり好きじゃなかったみたいで、う、う、う、知るだけ、知るだけ飲んでくれた。知るだけは飲んでくれたけど、もーちゃん、な、な、もーちゃん。やっぱね、その、 猫缶系は当たり外れ結構多くて。いやで、でも、いや、いいんよ。でも、あのね、短編マンが昔さ、超高級な猫缶をくれたんよ。海外製の、あオシャンティーなやつで、高級材料で使ってますみたいな。もう誰一人として食わんかったからな。ほんまに。えみたいな。<laughs> びっくりするくらい食わんかったから、猫缶ってやっぱりね、高級とかじゃないねんな。食べ慣れへんもん食わんね。 まあ、なんならうちのエルちゃんとか先にチュールも食わんしなあ。あ、そう、この12月にタヌズからもらった猫からうちの猫全然、全員食べなかったそれが、あの、短編マンにもらって誰も食べへんかったから、横流ししたやつやな、多分だと思うんやけど。それやな。食べへんやろ。やっぱ短編マンってさ、そういうセンスないねん。ガチ。ガチ。あ、ありがとう。<laughs> そう、あれが横流しです。え、あお高そうなやつやろ。短編マンのセンスがないせいやから。ごめんな私のせいじゃないよ。 私はちゃんんとチュールをあげるもんでも、センスない短編マンは、高い猫が送ってきて、誰も食わん。誰も幸せにならん。SDGs。でも、誰も食わんのやろ。どないする難民とかに送りつけた方がいいまであるで。一応、材料はいいし。短編さんも悪く言えない。<laughs> あ、そういや、短編マンをね、やっと、あの、モデレーターにしたんですよ。おるかな多分、おらんと思うけど。ちなみに、私さ、 水族館行った時に、私徳島でさ、結構釣りをしよったんやな。お父さんについて行って、よく釣りをしよって、だから魚魚って言ってもその可愛い熱帯魚とかそういうんじゃなくて、な食う魚については結構詳しかったの。まだ付き合ってない男と水族館に行った時に、これ片口イワシやなとか言ったんやな。なんか餌用で巻かれたイワシの大群かなんかを見て、これ片口イワシやなとか言って。で、なんか、で、他の、 なんだろう、ペンギンとかだったっけかなんかにあげる餌で、あれ、アジやわとか言ったんよ。そう。で、水族館から、こう、終わって、後日言われたんやけど、いや、なんかその、魚とか詳しいのが、結構なんかギャップで、キュンとしたって言われて。だからその、割と質実剛健な魚を覚えてんのは、ちょっとギャップ萌えいいかも。そう、アジって、いい餌やねん、マジ。丸々太ったアジ。あげて。いや、キュンとしたって言われたから、 まあ、みたいな。し、実しつじつ合見魚でいきましょう。いわしとか、アジとか。<laughs> そう。いや、まあ、だみんなその、まあ、みんながわかる魚とかじゃなくてな。ですちゃんとだからカツオもわかるし、スマガツオとそうじゃない、ソーダガツオの違いもお父さんに教えてもらった。パワハリとかわかりやすいやん。で、しつじつ合見魚でいきましょう。そう。だから熱帯魚綺麗でかわいいって言ってる女より、あれは片口イワシやな。 アジ食ってるやん、あのペンギン。餌、えー、やな。とか言ってる方が、今の時代は、モテるかもしれへん。どうその、私のリスナーだったら多分、えー、イルカか愛いい女よりも、そう、そっちの方がいいと思う。徳島でな、めっちゃ取れんねん、あれ。つって、徳、も徳島限定やわ、もう。で、この小さい、イワシはな、もう普通に食うたらめんどくさいやろ。全部南蛮漬けにすんねんな。そしたら骨ごといけるから。<laughs> ちっちゃいアジもな、 連れてもうたら南蛮漬けやうまいでネットリークちなみにここまでは言ってないですよ。そんな初めて水族館行った人に調理方法まで言うわけないじゃないですか。ただ、なんかどうやりたくなって、あれイワシやでとか、あれアジやでとか。でもなんか、川に熱帯魚とかはやっぱあんま見たことないけどわからんかったんやけど、でもなんか徳島で見たことある魚が出てきたら、こう嬉しげに言ってたら、え、なんかなんか意味不明な魚に詳しいの、ちょっとあの、キュンとしましたって言われて。やっぱイワシやわってなったもん。 でも動物の森の魚は、うーんと、やっぱデフォルメされてるからさ、実際の見るとやっぱ分からんことってあるけどな。なんだろうね。石台とかはね、そう覚えたね、金作で5000円で売れるから。あ、でもでかい淡水魚だったら分かるやつ。それは分かるかも。え、タツノオトシゴってオスが産卵すんの知らんかった。あの魚ニモのやつだよね、ぐらいでよくな、ね、いえ、いやー、ちょっとあ、自分そういう薄い女嫌いっすね。ファインディングにも可愛いよねみたいな。 でも、ニモは健常者やけど、なんか一緒にある青い魚がガイなんよな。ズ術人はやっぱガイ出してくるよな、結構。え、わかるなんか名前忘れてたけど、ニモは、やっぱ、性格のいい割と健常者。健常魚。健常魚です。そう、ドリーがかなり外人ジウオ。でも、外人ジウオ人気があって、外人ジウオ編みたいなんでたんよ。名前忘れてたけど、外人ジウオ編 <laughs> うーん。あったよな。そう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 。よかったら見てください。 ファインディングドリーらしいわ。でも、まあ、ニモ結構好きだったんよな、私。なんか途中で出てくるタコが好きだった気がする。かっこいいタコがおる。ファイとか。やろアオーは、まあ、外事っていうより、チルしてる感じですかね。うーん、チルみたいな感じです。あのさ、まあ、悪気はないんだろうけどさ、なんかホビーキングみたいな感じでな、みんながニモの話してるときに、全く関係ないさ、ガンバの冒険の方が面白いよっていう人、こういう人って、 じ、実際結構おるんやけど、これ結構嫌われがちなムーブなんで、人がいっぱいおるとこではやめた方がいいと思います。いやまあ、わかんねえな。これが面白かったって話はしたんやけど、みんながニモの話してるときは、どこまでずれても、そのドリーの話までじゃないそうなんよ。だからやめな。で、そこで、えちょっと待って、ギャンプのボケ何何ってならんやんだ、誰も。言いたいだけだやん。な ただ、でも、お前がさ、めっちゃ権力持ってて、めっちゃみんなから好かれてて、お前の一挙一動一等足に全員が注目するみたいな場であれば、言っていいよ。みんながニモの話してても、お前のガンバの冒険の話にみんな、えー、なんすかそれで来てくれるけど、そうじゃないじゃないですか。その時は、もう言ったらダメなんですよ。その、話題に即したコメントを投げましょうね。な、パイセンもそう思うだろ。頭抱えてるから。パイセンなんか発言してるんかな。パイセン 発言してないわ。金を投げ続けるだけのやつや。そうそう。他におもろいのなんかなって話題からそうだよ。外人の量が分かってんのに。なんでお前分かってないそうそう。みんながまだ2問の話で、イソぎんチャクがどうこうとかさ、言ってるやん。みんなで頑張ろうね。じゃあそういう時に、拾う選択肢に入らないじゃないですか。お前外事だいい概念にしろよ、お前。おいで言ってくるとは、こいつメンタルが強い。メンタルが強いよ。 なあ,なあガンバの暴言分からんからちょっとやめ、おい黙れってもう、なあもうさ、くそ。でもこいつみたいなさ、推しの強い外事、嫌いじゃないよななんかどれだけ言われてもめげない外事、結構好きなんよななんか外事も行きすぎると好きみたいなとこあるやん。なんか個性に変わって、愛されキャラみたいな。中途半端な外事がやっぱ一番キモいよな。なグレーゾーン一番かわいそうって話するけど、そう、やりきれないから、愛されキャラにもならない。 外事。それが一番イラつくな。いや、みんながガンバの冒険気になってんのもムカつくしな、もう。まあ、でもそう。私のもとで外事は輝けると思う、きっと。外事を受け入れてくれる場所ってあんまりないから。私のもとで輝けばいいよ。この配信以外だと拾われもしない。でもね、ちょっと、あのね、私ってさ、やっぱりその、コメントを全部見て、コメントを拾うことしかしてないから、いろいろ拾えるけど、ゲームしながらとか、む、無理だと思うよ。 私は結構、即読も得意やけん、コメントも大体読めるけど、無理やと思うよ。慣れてないとね。即読も得意な上に、私は配信、見るダムで義務配信、もう何年もやってるからね、一応。いやいやだったけど。えでも、即読はほんまに、なんかもう、本読んでたら身につくと思うので、本いっぱい読むといいと思います。ちょっと、ゆきのんはそう言うんやけど、私は才能って言われるのは嫌です。嫌です。なぜかって、私はい、何回も言ってます。芸人に2世はいないんですよ。 おもろいは遺伝しないんですよ。そう。才能ではなく、その人の培ってきたことでしかないんですよ。おもろいは。おもろいと、で速読の能力。これも本読んできたか読んでないか、これだけなんですよ、本当に。そう。鍛えるものなんですよね。そうなので、そう、そこを才能と言われると、まあ、そういう意味で言ってなくても、でもみんなもできるけど、やってないだけですよっていうふうには言いたいね。 2世芸人はいないいてもつまらないだから有名じゃないやん2世で親も子も面白いってないよでこれ多分私以外に言ってるやつおらんと思うからおらいは2世はいないこれ私が絶対初見初見初出私のとこで初出だと思うからコュ力も鍛えられますで、まあ、結果出してるというかでもそのせいでこう炎上もしてるじゃないですかしゃべりが過ぎてそう調子に乗っちゃって炎上もしてるので、まあ、何がいいかっていうのは結構分かんないとこはあるんですけど ま、おもろい人っていうのはみんな努力はしてると思うんですよ。努力せずおもろくなりましたって人はあんまいないと思う。島田紳介が生きとったらな、生きとるか、生きとるわ。<laughs> 島田紳介がまだいたらな、ですよ。言ってほしい。言ってくれ。頼む。生きてたわ。でワクワクさん死んどったって言われてショック受けたけんな、私は。ワクワクさんは長生きしてほしいな。いや、でも経営者の2世とかって言ったらさ、そもそも資金が潤沢なままやから、そうそう下手く言っても潰れへんし、なんとなくうまくいくやんで、 親が、その気づいてきたレールの上、ま、あもう決まってる、ま、あこういうふうにしますよ、みたいなさ、決められた枠組みの中でやるから、そうそう失敗はせえへん。わくわくさんが元気そうで嬉しい、私は。っていうかさ、ちょっと私、オフ会やってさ、ちょっと気づいた、気づいたというか、ま、あ前々からさ、ちょっと思ってたんやけど、あんまり言語化してなかったことがあってな。ちょっと聞いてくれますか皆さん、聞いてくれますかご成長いただけますかまあ、皆さん、お気軽にね、欲しいとか言うじゃないですか。 推し見つけただの、推し尊いだの、言うじゃないですか。その推しって、基本的にちょっと好きぐらいのことが、ちょっと好きぐらいだね。基本的に推しってちょっと好きぐらいなんよ。で、そこまでほんまに、はい尊みみたいになってる人って、実はいなくて。で、その推しがいるという、その、なんて言うんだろうな。日常を楽しむために作ってる人がおると思うんですよね。で、じゃあ私の、そのオフ会に来てですよ。 まあ、タヌさん推しで来ました。もちろんみんな言ってくれて、その気持ちにきっと嘘はないんですよ。でも嘘はないと思うんですけど、その気持ちってね、やっぱりその、皆さんが言うほどきっと大きな気持ちではなくて、私がちょっと好き。なので、私の界隈で、私のことを一緒に会話できる、コミュニティに行く、口実が欲しくてオフ会に来たみたいな人、多分いると思うんですよね。わかりますかねうんと、ちょっと難しいけど、 まあ、私のことはもちろん嫌いではない。嫌いではないけど、まあ、特筆すべきほど好きでもない。けど、その私の話をできる人と会ったりするコミュニティ。まあ、もちろん私とちょっと喋るも楽しみっていうのはあると思うけど、そういうコミュニティに来て、こう、コミュニケーション取りたいから、まあ、推しと私を形容してるってい人っていると思うんですよね。まあ、そう、サロンに入ってる人とかもそうだね。<laughs> お、お前は早く寝ろ。朝から仕事なら寝ろ。<laughs> そうで、まあ、出会いの場が欲しくて、私のことを、 ま推しって呼んでくれる別にそれって全然尊いと思うんですけどね。まあ、3年でやけど、それはそうよ。だちょっと過ぎくらいの人なんて、まあ、1、2年くらい見てなかったら、見てなかったら、追ってても飽きてくるだろう。そうやそう。参加する資格として、でも参加するなら、やっぱその人のコミュニティのその人も少しは愛せないと無理じゃないですか。こいつ無理やなって思うところにはいけないから。だからね、そう推しってそこまで重い言葉ではないなと思うんですよ、私は。いや別にさ、童貞と仲良くせんでいいよ、別にお前は <laughs>。 そうそうコミュニティとして推してるみたいな人って多分いると思うんですよね。どこの界隈でもそうだと思うよな。私さ、庶民なんかその、あ、またまたこのエモン起こると思うんやけどさ、エモンとかそうだと思うもん。そのエモンって言う,言うだけでエモンと繋がれるやろ。エモンじゃなくてもそうだと思うよ。村民って言うだけで村民と繋がれるというか、その人の、その輪に入れるっていうことが目的でやってる人っていると思うんだよな。そう、界隈ってみんな同じだと思います。え、え、酔っ払った STF さんから。うん あのラインが来ました何々何,々の何々さんってご存知ですか今いらっしゃったんですが「行かねえよんぼ」「これからこい」つんか知らないです知らないですすいませんって置くとこ明日この配信を見て震えるがいい STF はいえー、っとそんみツイッターアカウントまだ作ってないけどホビットいらは本当にホビット来ないんでしょうかえやっぱちょっと来ちゃうけどまあ無視してくれたらいいかな基本は女の子は来てくれるまあでもそれでもねやっぱりその子さんやし別に条件なんてないよ 自分が村民って思えば村民なんよ。それでいいんだよ。そう、ロム線だろうが、見てたら村民なんやな。でもそれをわざわざその、村民になりたいですっていうのは、コミュニティに入りたいですってことで、私が好きなわけじゃないんだよな。なんか私の話してるコミュニティに入って、私の話したい。だから村民になりたいですとか言うねん。私が好きなら村民やねん、それは。だから私も推しって言ったら本当に神くらいになると思う。あのね、いや、コミュニティに魅力ないっていうこともなくて、その、なんて言うんだろうな。 仲間がみんな欲しいんよ、やっぱり。群れが欲しいのね。自分が所属してる群れが欲しいの。で、それに選ばれてる。まあ、ちょうどいい大きさというか。しかもコメントを読んでくれやすいしね。なんとなく入る群れとしては、なかなかいいと思うよ。ね、こうやって軽く繋がるのが、こっち。グレーゾーン、外事、障害者と出会えるのは他人の込みだね。<laughs> うん居場、居場所ね。っていうか、その村民って言えば居場所っていうのもんかな。私あんまり良くないと思うけどな。 あ、ごめん。パイセン待ってるじゃあ2時間経ったし。じゃあレイドするわ。じゃあ、ユカわビに投げたってみんな。はーい。じゃあ、レイドするんで。あ、もう、りは外事やけん、レイドもわからんもんな。教えてあげる。レイドっていうのは、他の配信者にこのままお前ら全員を連れていく。まあ、襲撃。レイドって襲撃って意味なんですけどそう、他の配信者を襲撃するっていう意味です。はい。なので、そちらに行かせていただきます。はい。というわけで、じゃあ今日は、お疲れ様でした。ゆかビびに投げて終わりたいと思います。え、ちょっとね、私、ゆかわびフォローしてなかった。 なんで出てないんと思ったら、そうやわ。ゆかわびーなんかな。あ、おった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 わ。じゃあ、こちらに行きます。おつです。<laughs> ごめまんご、ごめんごめんメーン。ヘイメーン。だって、普通はさ、ほら。なんか、レードすることってないじゃん。私の配信中に配信あんませえへんからね、ゆかちゃん。ゆかちゃん。お疲れ。